昨日は田村瑠奈の母親の第2回のね、後半があったんですが、そこに父親の修が出てきたんですよね。結構なんかいろいろ喋ってたと。SM の話も喋ったのかな。夫婦で話してた。一緒に買い物に行く車の中で二人になったので、ひろことね、二人になったんで、娘が拾った首というものを持ち帰り、浴室にあるという大まかな話はした。妻もなんとなく把握したような感じでした。首みたいなものを持ってきて帰ったけど、まさかねとスマホで調べたが、すすきの殺人で検索にも情報は出なかった。しかしその後検索し続け、首のない死体が見つかったという記事が出て信じたくないが、とんでもないことが起きたと思った。被害者の本名もそこで示した。浦さんっていうことはね。でもその前は、女装家の、ともちんでしたから、ともちゃん、ともちんだったから。知らなかったわね。浦仁っていう名前はね。数日後、仕事から戻ったおさむに、ルナは見てほしいと小瓶を2本渡してきた。きついですけどね。相当きついですけどね。これまで梅酒がつけるのに使っていた10センチ四方の円柱のガラス瓶、そこに恐るべきものが入っていた。瓶の中には人体の一部、舌の一部、ベロね、と眼球らしきものが入っていた。もともとは透明な液体だと思われるが、液体がにじみ出て混濁した状態になっていました。人体の一部が自宅にあり、娘が持ち帰ったものとは本当は首なんだと思いました。胴と乾燥を聞かれ、胴って聞くのもすごいですけどね、もう地獄ですよね。ぼーっとしていて、あ、びっくりした、すごいね、などと返事をした。これから作業するから撮影してほしいと言われ、そこには片目がくり抜かれた人間の頭部が置かれていた。球状の黒いビニール袋を見ていたが、頭部を見たのはその時初めて。目や口の周りに穴が開いていました。ハンディカメラで撮影していると、娘が残りの眼球を手際よくくり抜きました。目の周りの組織に切れ目を入れるメスのようなものでえぐり抜いていました。ハンディカメラの液晶部分にサムネイルが映っていて、一部見たがそれ以上の干渉は耐えられませんでした。そしたら裁判長が、そんなに詳しく読み上げなくてもグロすぎるって話ね、とかはやってたらしいです。前々からモサムは異変を気にかけてたんじゃないかと、ブログを見るとあるって、ブログで書いてある、モサムのブログが、こんなとんでもないことをしでかす子は、いい子の仮面の下に大きな心闇を持っているに違いないと考え、自分とは違う何かを探し出そうとする。あたかも心の闇は健全な魂には存在してはいけないかのように、だいたいいい子というキーワードも癖もんなんだが、大きな声で言えるが、私にだって大きな心の闇はある。まあ私の心が健全かどうか私自身には判断できませんが、誰にも言えないことってたくさんある。それでも支配されるかどうかは別問題。物を欲しがるのは自由だが、手当たり次第に他人の物を奪えばそれは泥棒、当たり前。思うこととやることは別。心の闇が問題ではなく、どれだけ自分をコントロールできるかがどうかが大事。そのコントロール感覚は、自分以外の他者との関係によってしか育まれないことだと思う。みたいなブログを。結構、おさむってね、Facebook やるんですよね。なんとかなうとか、知識人的なね、インテリ的な感じはあるんですが。でもね、自分の娘を抑えきれなかったってことですよね。いやだから、かなり歪な家族関係だったんだなっていうところが、今回のでまた明るみに出てるんですが、一方の被害者である浦さんの方も、なかなかの変わってる感じがあります、ね。浦さんの遺族たちも声を結構今回は出してる、声明出してる。父は3度殺されました。1度目は殺された時、2度目は首を切られて皮を剥がされた時、3度目は死んで当然な人間と報じられた時、原刑を求める署名運動まであった。そんなのあったんだ。なんでだろう。なんで原刑求めるんだろう。父はレイプ犯のようなことはしてないと信じます。人を喜ばせたり楽しませたりするのが好きで、女装を褒められて嬉しそうにしていた父がこんな殺され方をしたことには納得できませんと。これね、なんか女装を褒められて嬉しそうにしていた父を息子さんも知ってたんだと。奥さんにはカミングアウトしてると思ってたんだけど、結構家族みんな知ってたってことね。女装フェチだってことはね、お父さんはね。被害者は委任していると聞いた。娘は責任能力がないと主張し、両親は知らなかったと主張することで、すぐに釈放されて一家揃うシナリオを作っていると思いました。許せません。一家全員の極刑を望んでいますと。僕もこの一連の流れで一番悪いのはやっぱオッサムじゃないですかと思いますよ。まあもうルナが、ルナはもう問答無用ですけど、
シンシアとかね、呼んでたとか言ってましたけど、オサムはね。なんか全部許容してたっていうんですかね。なんか友達で事故を起こしたやつがいて、18の時ですかね、僕の同級生なんですけどね、事故を起こしたやつがいて、そいつが運転してたんですよ。で、僕の同級生がね、まあ、4人乗りのね、車、4人で車で、まあ、パチンコ行くってアホなね、ことしたんですよ。雨降ってる時。その時にその雨で滑ってね、車がね、対向車線にはみ出してね、向こうからトラックが来たんですよ、でっかい。それと正面衝突したんですね。まあ、ぐるっと回したのかな。だから、後ろから突っ込んだ形になったんですよね。後ろに乗ってた、やつは即死ですよ、二人。僕の友達二人死んだんですよ。まあ、全員友達なんですよ、同級生なんです。僕はお葬式に、行ったんですけど、その時に運転してたやつは、来なかったんですよ、お葬式に。そっからしばらく引きこもってたんです、そいつは。一説によると、親に相当言われたと。あそこは人殺しだみたいな感じで言われた。で、なんだったらお前が死ねばよかったって、親が子供に対して言ったらしいですよ。お前が死んでくれればよかった。切実な言葉だなと思ったんですよね。これもそうだなと思うんですよ。この話もね。この被害者の方たちがとてもね、辛い思いをしてるわけじゃないですか。で、でもそのおさむは娘のことを未だに心配してるんですよ。今一番辛い思いをしてるとか、心が壊れたらどうしようとか。結局それを大事にして、他人を殺してしまってるわけなんですよね。娘が自殺するかもしれない、死ぬ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 言ってたっていう、それを気にしてほっといたんですよね、結局ね。言い方悪いですけど、まだルナが自殺してくれた方が浦さんは助かってますからね、その方がね。なんかそのおさむの考え方はちょっとね、僕はおかしいなっていうふうに思いますね、この話を聞いてるとね。被害男性の姉もまた深い悲しみを抱えている。弟は毎週鈴木のに遊びに行ったことが多いと知ってたので、首のない板が見つかったという報道が出た時、少しだけドキドキした。義理の妹から、奥さんからね。夫が家に帰ってこないと伝えられ、胸がザワザワしました。信じられないが、もしかしたらまさかという思いで、警察に行きました。刑事さんから体の特徴など質問され、さらに、防犯カメラを見せられ、胸が苦しくなり、喉が渇いて仕方なかった。遺体と弟の指紋が一致した時に受け入れ、たくありませんでした。女装していたのも人を楽しませるためだと思ってました。加害者をレイプしたという報道もあったが、嫌がる人に無理やりするような人ではないとみんなが言ってます。なぜ弟が殺されることになったのか、ちゃんと真実が知りたい。僕はでも本当にこれは性のトラブルは問題ない、なんか性のトラブルの話をいろいろやってますが、これはもう完全にルナのサイコパスの性質でしかないんじゃないですかと思います。浦さんに落ち度は特にないと思う。まあ、女装してたから目立ったってのもあったかもしれないね。たまたま運命的、偶然的に出会ってしまった不運ですよ、と思います。